ですよ。逆に簡単です。アジエル前向き左サイド、待った、中に田原入ってきました。田原のその裏から来ました。完璧に決めました。坂本ですか。うわ、坂本素晴らしい同サイドの転球シュートですよ。これもすごい。いや、今日は香川と坂本がキレキレです。これね、クルビ監督からハーフタイムにね、カウンターっていうのがありましたよね。うわー、あった。阿部もね、一番外見てましたよ。サイドで、サイドボレーですよね。今日、長谷川さん、坂本ボレー2本ですよ。素晴らしいですよ、ね、いや、本当にね、J2 の1位と2位の本当にいいゲームですよね。いや、今日ね、この会場に来てるお客さん、そして今スカパーの前でご覧のお客さん、2試合分ぐらい見てんじゃないですかね。いや、これは値打ちありますね。